ドームです。中日対巨人、このゲームの模様をお送りいたします。解説席には田尾康一さん、黒木智弘さん、お二方どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。リポーターも紹介しましょう。はい、我々が選手たちの声やベンチの情報を伝えてまいります。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。さあ、まもなく試合開始となります。ドラゴンズの先発ピッチャーネルソン、この大事な一戦を任されました。大きなプレッシャーはかかってきますけど、これも監督の期待の表れでしょうね。期待を背負いマウンドに上がります。1回の表、ジャイアンツの攻撃、バッター坂本。最初の1球、右へ持っていった、右中間取って、ワンアウト、ライトフライに倒れました。バッター松本、打席に入ります。センター松本、背番号32。第1球、まず低めから入りました。1球外しました。痛烈な当たり、取った、いい当たりがセカンドゴロになりました。アウト、セカンドゴロに倒れました。バッター小笠原、サード小笠原。まずはインコース、空振りです。ジャイアンツ、今日はどんなゲームを見せてくれるんでしょうか。打球はセンターへ上がった、追いかける追いかける、伸びない、伸びないか。1回の表が終了しています。ジャイアンツ三者凡退に終わっています。対します、ジャイアンツの先発ピッチャー東恩、ドラゴンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。1回の裏、ドラゴンズの攻撃、第1球、初球ストライク、右上がっている、取って、ワンアウト、ファーストフライに倒れました。そしてバッターは2番井端。第1球、まず外から入りました。ここは外してきました。今度はまっすぐできました。いやー、黒木さん、危ないボールでしたね。厳しいインコースを攻めてきましたね。かなり強気のピッチングですよね。当たらなくてよかったですよ。打者の内角をえぐるような投球でした。3球目、バッティングカウントになった。これはストレート、誘ってきましたが乗りません。ああ、なんと歩かせてしまいました。そしてバッターは3番森、打席に入ります。森の第1球、初球から打った、いい当たり、ファーストランナーは2塁ストップ、ヒットになった。ここで迎えるバッターは4番和田、先制のチャンスで打順が回ってきました。まず外から入りました。1球外しました。2球目です。スライダーを投げてきました。自由自在のピッチングを見せます。見送ります。バッティングカウントになった。ストレート打って、ボテボテのゴロになりました。2塁フォースアウト、1塁転送、1塁もアウト、ゲッツー成功、3アウトチェンジ。1回を終了しています。ドラゴンズランナーを出しましたが併殺に終わっています。2回の表、ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは4番ラミレス。第1球、
まず外から入りました。初回は両チームともに無得点で攻撃を終了しています。ストライク、一気に来るか。外へのボールは入りません。ここは外してきました。今度はインコース。さあ何を見せるか。ストレートを打ってライナー性の当たり、前に出る前に出る。ノーアウトから先制のランナーが出ます。高橋由伸打席に入ります。ファースト高橋由伸背番号24。まずは牽制、まずは初球見送りました。高い打球、追いかける追いかける、取ってワンアウト、ライトフライに倒れました。次のバッターとなります阿部、今日の第一打席になります。はい、1球初球から入れてきました。痛烈な当たり、取った、アウト、一塁転送、一塁もアウト、ゲッツー成功、スリーアウトチェンジ。2回の表が終了しています。ジャイアンツランナーを出しましたが併殺に終わっています。2回の裏ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは5番ブラウン。まずは出塁、チャンスを作っていきたい。第1球初球から入れてきました。当てただけ、上がっています。取ってワンアウト、セカンドフライに倒れました。バッター野本、第1球まずは初球見送りました。ストライク、ここは追い込んでいます。一気に来るか。あっと三球三振。そしてバッターは変化球でまず空振りです。2球目です。外へ、一気に来るか。村本、あっとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。ここは大きなカーブで仕留めました。2回を終了しています。ドラゴンズ三者凡退に終わっています。3回の表ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは7番長野、打席に入ります。第1球初球から入れてきました。0対0、両チーム得点がありません。2球目です。打ちました。ノーアウトから先制のランナーが出ます。次のバッターとなります脇谷。第1球まずは初球見送りました。ファーストランナースタート、真ん中打った、低い打球になりました。ショートバウンド取った、一塁はアウト。その間にランナー進塁しています。ショートゴロに倒れました。アウトを一つ取って次のバッターです。トーン、第1球初球から入れてきました。セカンドランナーは先制のランナー。2球目です。外のボール打って低い打球になりました。レフトの前、レフトの前に落ちた、ヒットになった。ここで打順は1番高本、その注目のバッターボックスです。タオさん、下位打線頑張りましたね。第1球初球ボール、1球外しました。あっと転がった。さあサードランナーは先制のランナー、ファーストランナー2塁を回った、3塁ランナー今ホームイン、バッターランナーは1塁を蹴って2塁へ、ショートが中継、タイムリーツーベース。タッチして、これは本塁アウト、タッチしてアウト、3アウトチェンジ。
いやー、黒木さん、痛い失点でしたね。早く追い込みたいんですよ。その追い込みたいっていう気持ちがちょっと慎重さを失ったのかなって気もしますね。なるほど、打たれたくないという気持ちが力みを生んでるのかもしれませんね。3回の裏、ドラゴンズの攻撃。対するこの回の先頭谷繁、まずは出塁チャンス。第1球、初球空振りです。外のボール球打って、三塁線わずかに左、ファウルボール。一気に来るか、大きく外れました。1球外しました。高めはボール。さあ何を見せるか。取ってワンアウト、キャッチャーフライに倒れました。そしてピッチャーネルソン、まずはインコース、ストレートできました。変化球打った、左への打球取った、一塁へ、一塁アウト、ショートゴロに倒れました。この回打順が一巡してきました。荒木、まずは初球見送りました。1球外しました。2球目です。センターに持っていきました。取ってスリーアウトチェンジ。さて試合は1点差のまま中盤を迎えていきます。4回の表、ジャイアンツの攻撃。バッター松本、第1球、まず外から入りました。147キロのストレート。1対0、ジャイアンツがリードしています。入りました。ここは追い込んでいます。真ん中打った、ファールになりました。次が4球目、ストレート打って左への打球、ヒットになった。センターへのヒットを放ちました。さあどんなイメージで打席に入ったでしょうか。そうですね、狙うボールも飛ばす方向もイメージできてると思いますよ。なるほどね。とにかくピッチャーに嫌な打者だなと思わせたいでしょうね。初球から打った、刺さった、ツーランホームラン。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。そしてバッターは4番ラミレス、打席に入ります。レッド、第1球、これもいい当たりだ。ホームランの後はヒットで続きます。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ、ショートが中継。ここで迎えるバッターは5番高橋由伸、打席に入ります。高橋由伸、これもいい当たりだ。追いかける追いかける、ヒットになった。もう少し点差を広げておきたい。セカンドが中継。そして打順は6番阿部、その注目のバッターボックスです。田尾さん、ビッグイニングの予感もしますよね。うまく打線がつながってますんでね、あり得るでしょうね。理想的、これもいい当たりだ。これも行ったか行ったか行ったぞ、刺さった、スリーランホームラン。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。この追加点で、あとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。ドラゴンズ2番手ピッチャーを送ります鈴木、ここでマウンドへ上がります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。試合前の練習ではいい当たり出てましたからね。実にタイミングよく右左に打ち分けて練習をしていた試合前です。いや結局ね、試合前の打撃練習をおろそかにする選手はダメですよ。ストレート打って2球目です。ストレート打って、これもファウルボール。この回スリーランホームランを打たれています。
まっすぐできました。ここは外してきました。ど真ん中打った。低い打球になりました。ピッチャー交代は裏目に出たか。次のバッターとなります脇屋、打席に入ります。タオさん、これでヒットが出ますと先発野手、ここは送りバント、取った、一塁へ、送りバント成功、ワンアウトになりました。次のバッターとなりますトーン、またバントした、ファールになりました。ヒットで始まったこのイニングの攻撃、ここまで来ました。2球目です。変化球、3球目、上がったか、セカンドランナー3塁を回った、ヒットになった。セカンドランナー今ホームイン、7対0、ジャイアンツ打線爆発。さらに点を加えます。打順がトップに戻ってきます。坂本、第1球、ど真ん中打った。この回9人目のバッターになります。2球目です。まっすぐできました。変化球打った、低い打球になりました。取って2アウト、ショートライナーに倒れました。バッター松本、打席に入ります。第1球、打者一巡の猛攻を見せているこの回の攻撃になります。右への打球、一気に来るか、上がったか、取って3アウト、チェンジ。さあドラゴンズ、この後2番から始まります。4回の裏、ドラゴンズの攻撃、対するこの回の先頭井端、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。まずは初球見送りました。2球目です。空振りです。ここは追い込んでいます。スイングアウト、三球三振。いやー、黒木さん、見事な変化球で三振を奪いました。バッター第1球、初球は高めに来ました。微妙なところを攻めてきます。変化球決まってツーストライクです。フォークで追い込みました。一気に来るか、痛烈な当たり。次が4球目、ストレート打って打球はファーストへ、取った、アウト、ファーストゴロに倒れました。バッター和田、打席に入ります。第1球、初球から打った、いい当たり、入るか、バックスクリーンか、入った、文句なし、ホームラン。そしてバッターは5番ブランド、打席に入ります。第1球、まず外から入りました。この回ホームランで最初の得点を許しています。まっすぐできました。1球2球と外へ行きました。山口さん、はい、一塁ベンチです。はい、お願いします。先ほどのホームランについて話を聞いてきました。打った球はスライダー、気持ちよく打てましたということでした。一塁側のリポートでした。これは変化球、このスライダーで追い込みました。あっと、スイングアウト三振、フリーアウトチェンジ。4回を終了しています。ドラゴンズ1点を返しています。7対1。こんなゲームでも確実にヒットは打つことですよ。どんな試合でも確実に1本のヒットを残す心構えが大切なんですね。第1球、初球大きく外れています。入りました。得点差は6点、ジャイアンツがリードしています。3球目、真ん中打った、右へ持っていった、右中間、前に出る前に出る、ライトフライに倒れました。そしてバッターは4番、第1球、いったー、初球から打った、いい当たり、レフトが下がって下がって、入った、入りました、ホームラン。高橋由伸、第1球、
変化球でまず空振りです。この回ホームランを打たれています。打ちました。打球はセカンドの前へ、捕った、一塁へ、アウト。セカンドゴロに倒れました。バッター阿部打席に入ります。第1球阿部、まずは初球見送りました。2球目です。高い打球、取ってスリーアウトチェンジ。5回の表が終了しています。ジャイアンツ1点を追加、8対1リードを広げました。マウンドに登っている以上は最善の投球をしないといけませんよね。どんな試合にも無駄はありません。ファンに感謝する気持ちを忘れてはいけませんね。まずは初球見送りました。2球目です。見送ってストライク、クロスライダーで追い込みました。一気に来るか、打ちました。一二塁間へ、一塁へ、ライトへのヒットを放ちました。次のバッターとなります大島、打席に入ります。今のはちょっと危ない投球です。2球目です。変化球外れました。3球目、ここは落としてきました。今度はまっすぐできました。変化球打った、ファウルになりました。あっとスイングアウト、三振、アウトを一つ取って次のバッターです。谷繁、まず外から入りました。2球目です。胸元決まった、ここは追い込んでいます。一気に来るか、痛烈な当たり、追いかける追いかける、センターの頭上を破った、抜け出した。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、ショートが中継、ツーベースヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。次のバッターとなります鈴木、初球はボールになりました。まっすぐできました。ピッチャーボール球をうまく使います。3球目、外へスライダーを投げてきました。右上がっている、取ってツーアウト、ファーストフライに倒れました。第1球、初球ボール、2球目です。入りました。3球目、ファールになりました。次が4球目、取って3アウトチェンジ。5回を終了しています。ドラゴンズワンアウト3塁2塁から得点できませんでした。基本に忠実なものを感じますね。いいバッターですよ。そうですか、やはり素直にコーチの指導を受け入れているんでしょうね。まあ、自分自身をしっかり持った上で指導者の意見を素直に聞くことですよ。できました、ファールになりました。一気に来るか、できました、取った、一塁へ、アウト。ピッチャーゴロに倒れました。そしてバッターは8番脇谷、打席に入ります。第1球、脇谷、変化球でまず空振りです。打ちました、右への打球、ライトの前、ヒットになりました。ヒットになった、ライトへのヒットを放ちました。次のバッターとなりますトーン、ここは送りバント、ファウルになりました。2球目です。ここは送りバント、取った、取りました。送りバントは結局キャッチャーへのファウルフライ、ツーアウトになって、まずは初球見送りました。お真ん中打った、ファウルになりました。一気に来るか、なっとスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。6回の表が終了しています。ジャイアンツ無得点に終わっています。6回の裏ドラゴンズの攻撃、バッター井端、まずは出塁、チャンスを作っていきたいところです。変化球打った、ライナー性の当たり、前に出る前に出る、ヒットになった、最初のヒットが出ました。まずは初球見送りました。2球目です。
胸元決まった。ストレートで追い込みました。一気に来るか。ファーストランナースタート。痛烈な当たり。追いかける追いかける。ファーストランナー二塁へ回った。バッターランナーは一塁を蹴って二塁へ。ショートが中継。ツーベースヒット。ファーストランナー今ホームイン。8対2。第1球。大きく外しています。インコース、ワンエンドワン。微妙なところを攻めてきます。3球目。次が4球目。スライダー三振。次のバッターとなります。ブランコ、ランナーを返していけるでしょうか。初球は変化球から入りました。まっすぐできました。インコース来ました。ここは追い込んでいます。外のボール球を打って、上がったか。取ってツーアウト。ショートフライに倒れました。タオさん、代打。第1球。初球から入れてきました。ストレート打って、ボテボテのゴロになりました。一塁へ。一塁はアウトで、スリーアウトチェンジになります。さて、試合はジャイアンツリードのまま、終盤を迎えていきます。ドラゴン、3番手のピッチャーを送ります。偽ジャイアンツ打線に対して、どんなピッチングをしてくるんでしょうか。7回の表、ジャイアンツの攻撃。この回の先頭バッター、松本、打席に入ります。変化球でまず空振りです。膝元をつきましたが外れました。8対2、ジャイアンツがリードしています。大きく外しています。バッティングカウントになった。ど真ん中打った。低い打球になりました。ファーストライナーに倒れました。バッター小笠原。バッターサード小笠原。真ん中打った。打球はセカンドの前。取った。一塁へ。アウト。セカンドゴロに倒れました。ドラゴン、5番手のピッチャーに変えていきます。清水、2アウトを取ったところでマウンドへ上がります。そしてバッター。第1球、ストレート打って左への打球。ストレート、1球2球と外へ行きました。一気に来るか。落ちるボール打った。打球はショートへ。取った。一塁へ。一塁はアウトで、スリーアウトチェンジになります。さあ、ドラゴンズ、この後下位打線から始まります。ここで集中力を切らしてはダメですよ。次このバッターとやる時のことも考えないと。どんな試合にも無駄はありません。そうですね、毎試合毎試合が勉強ですから。はい、一球。この変化球はバットが合いません。ご注意ください。ストレート打って、次が4球目。抜きました。ボテボテのゴロになりました。取った。一塁へ。一塁アウト。ショートゴロに倒れました。初球大きく外れています。今度はまっすぐできました。3球目。高め。バッティングカウントになった。痛烈な当たり。入るか入るか。入った。文句なし。ホームラン。
ジャイアンツ2番手ピッチャーを送ります。マイク、リードを大きく取っての登板となりました。ドラゴンズ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。タオさん、バンド。山口さん、はい、一塁ベンチです。はい、お願いします。先ほどのホームランについて話を聞いてきました。打った球はど真ん中のストレート、まさか真ん中に来るとは思わなかったのでちょっとびっくりしましたということでした。一塁側のリポートでした。第1球、初球ボール、ここは外してきました。3球目、これはいいボール、ファールになりました。さあ何を見せるか。さあ6球目、当てただけ、上がったか、取りました。サードフライに倒れました。バッター荒木、第1球、まず外から入りました。外のボールに手を出しました。1球2球と外へ行きました。一気に来るか、左への打球取ってスリーアウトチェンジ。7回を終了しています。ドラゴンズ1点を返しています。8対3、点差を縮めました。ドラゴンズ4番手ピッチャーに変えてきます。依頼、ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の表、第1球、ストレートを打ってライトに上がった、ライトの前、ヒットになりました。ランナーが出ます。ローアウトのランナー、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。このタイミングはどうか、ツーベースヒット。次のバッターとなります。阿部、打席に入ります。第1球、阿部、初球から打った、いい当たり、取った、アウト、ファーストゴロに倒れました。次のバッターとなります。長野、打席に入ります。第1球、初球ボール外れました。2球続けてのボールとなりました。ストライクが1つきました。8対3、ジャイアンツがリードしています。バッティングカウントになった。左へ行っている、タッチアップはどうか、取った、ショートが中継、三塁ランナー今ホームイン、9対31点追加、その差は6点に変わっています。これがただいまの得点シーンです。犠牲フライで三塁ランナーが帰ってきました。バッター脇谷、打席に入ります。セカンド脇谷、高い打球、レフトが下がります。勢いがありません。取ってスリーアウトチェンジ。さあドラゴンズ、この後2番から始まります。8回の裏、ドラゴンズの攻撃、先頭バッターは2番今田、打席に入ります。初球ストライク、2球目です。大きく外しています。3球目、外のボール打って2打席連続のヒットになった、ランナーが出ます。次のバッターとなります。森、初球ボール、1球外しました。見送ってストライク、1球2球と外へ行きました。今のはちょっと危ない投球です。これは変化球、ストライク。さあ何を見せるか、痛烈な当たり、バッターランナー二塁を回った、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。セカンドが中継、2打席連続のツーベースヒット。次のバッターとなります。まだランナーを返していけるでしょうか。まずはインコース、2球目です。ストレートできました。ここは追い込んでいます。今度はスライダーできました。1球外しました。次が4球目、これは外れてボール。さあ何を見せるか、大きく外しています。この球はどうか、ストレート打って打球はセカンドへ、取った、一塁へ、アウト、
いやー辛いですね。投げるところが見当たらない感じですよ。バッテリーもお手上げといった感じですね。少し間を取って相手をじらすぐらいはした方がいいでしょうね。アウトを一つ取って次のバッターです。ブランコ、ランナーを返していけるでしょうか。2球目です。痛烈な当たり、入るか、バックスクリーンか、入った、文句なし、ツーランホームラン。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。これで3点差となりました。バッター山口さん。はい。ドラゴンズベンチです。はい、お願いします。先ほどのホームランについて話を聞いてきました。打った球はストレート、自分の仕事ができましたということでした。一塁側のリポートでした。初球から入れてきました。この回ツーランホーム、あっとスイングアウト、三振、スライダー当てさせませんでした。タオさん、代打ですね。変えてきましたね。見送ってストライク、一気に来るか。高めのボール球を打った。次が4球目。打ちました。高いバウンドになりました。取った、一塁へ。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。さて試合は3点差となって最終回を迎えていきます。守備の交代がありました。第1球インコース打った、ファールになりました。9対6、ジャイアンツがリードしています。タオさん、打撃戦になってきましたね。まあ点の取り合いになってね、面白いゲームになりましたね。そうです。あっと3球三振。黒木さん、全くタイミングが合ってないですね。バッター坂本、打席に入ります。第1球まずは初球見送りました。2球目です。入りました。3球目変化球で2ストライク目を取りました。ちょっとタイミングが合っていません。高めを打ってファールになりました。さあ何を見せるか。変化球打った、打球はショートへ、一塁へ。アウト、ショートゴロに倒れました。バッター松本、セーフティーバント、上がった、谷繁、落下点に入ります。取ってスリーアウトチェンジ。さあドラゴンズ、この後8番から始まります。ジャイアンツ3番手のピッチャーを送ります。アルバラデフ、3点リードの場面で登場します。さあ最終回、きっちり抑えるのか。まずはインコース2球目です。これはストライク、一気に来るか。外への変化球は決まりません。次が4球目低め打って、打球はサードへ、取った、一塁へ。アウト、サードゴロに倒れました。タオさん、代打ですね。変えてきましたね。岩崎達郎、第1球まずは初球見送りました。今度はまっすぐできました。3球目ストレートできました。今のはちょっと危ない投球です。さあ何を見せるか。高めを打って、三塁線わずかに左、ファールボール。さあ6球目変化球打った、三遊間。ここでランナーが出ます。レフトへヒットを放ちました。荒木、打席に入ります。まず際どいコースをついてきました。2球目です。インコース打った、右への打球、ファールになりました。一気に来るか。今のはボールになります。次が4球目、
変化球打った、これはレフトへ。ファーストランナーは二塁ストップ、ヒットになった。次のバッターとなります。ランナーを返していけるでしょうか。最初はストレート持ってきました。ここは外してきました。2球目です。まっすぐできました。3球目外へのストライク。今度はスライダーできました。さあ何を見せるか。今度はまっすぐできました。この球はどうか。上がったか、取ってツーアウト。ライトフライに倒れました。期待に応えたいこの場面、森野。その注目のバッターボックス、最後のバッターにするのか。初球から打った、いい当たり、入るか入るか、刺さった。同点のスリーランホームラン。ただいまのホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。これでサヨナラをつなぐことができました。そしてバッターは4番、第1球。最初はストレート持ってきました。この回スリーランホームランを打たれています。村本。山口さん。はい。ドラゴンズベンチです。はい、お願いします。ストレート打って打球はサードへ、取った、一塁へ。一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。さて試合は同点となって延長10回へ進んでいきます。ドラゴンズ6番手ピッチャーに変えます、岩瀬。10回の表、ジャイアンツの攻撃。大きく外しています。2球目です。中へのストライク、9対9、依然同点。試合は動きを見せません。痛烈な当たり、追いかける追いかける、フェンスにダイレクト。あっとセカンドを狙った、狙ったぞ。ツーベースヒット、フェンス直撃のツーベースヒットになりました。田尾さん、惜しい打球でしたね。そうですね、得点圏での。第1球、まずは初球見送りました。2球目です。これもいい当たりだ、ライト下がる、下がって下がって、刺さった、勝ち越しのツーランホームラン。今のホームラン、もう一度ご覧いただきましょう。この延長戦、貴重な勝ち越し点を手にしました。そしてバッターは5番、山口さん。はい。ジャイアンツベンチです。はい、お願いします。先ほどのホームランについて話を聞いてきました。あの場面できました、低い打球になりました。ショートバウンド取った、アウト、ショートゴロに倒れました。さあ大きな当たりを期待したい。ここは出そうな気がしますね。さあ期待のバッターですね。そうですね、私も大いに期待しています。そうですか、ファンの期待も最高潮です。第1球、この回勝ち越しを許しています。11対9、ジャイアンツがリードしています。田尾さん、打撃戦になってきましたね。あっと3球三振、バッター第1球。最初はストレート持ってきました。2球目です。打ちました、低い打球になりました。取ってスリーアウトチェンジ。10回の表が終了しています。ジャイアンツ2点を追加、11対9、リードを広げました。ジャイアンツ4番手のピッチャーに変えていきます。コーチ、2点リードの場面です。第1球、初球から落としてきました。1球外しました。大きく外しています。大きく外しています。ボール3つになったが、ストレートのフォアボールになりました。第1球、インコース打った、打球はセカンドへ、取った、アウト、一塁転送、一塁アウト、ダブルプレー成功。ノーアウトランナー1塁の場面。そしてバッターは7番、秀則。
塁に出るとまだ試合は最後のバッターにするのか。初球空振りです。ダブルプレイで2アウトにしています。2球目です。これは落としてきました。ここは追い込んでいます。最後の1球になるか。痛烈な当たり、取った。痛烈な当たりでしたがサードゴロです。試合終了。今日の試合は11対9、ジャイアンツドラゴンズを下しました。乱打戦となったこの試合、ついに決着がつきました。勝利監督インタビューが始まっています。中日対巨人、ご覧いただいてまいりました、解説は田尾康さん、そして黒木智弘さんでお送りしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。